空っぽの少年は、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・フーのシリーズ1第9話。2005年5月21日に BBC1 で放送された。後のラッセル・ T ・デイビスの交番を追って、番組総責任者と主要脚本家になるスティーブン・モファットが、初めて執筆したエピソードであり、監督は、ジェームズ・ヘイブスが担当した。5月28日に放送された。 ドクターは踊ると共に二部作を成す。本エピソードでは異星人のタイムトラベラー9代目ドクターと彼のコンパニオンローズ・タイラーがロンドン大空襲の最中の1941年に到着する。彼らは都市が母を求めて彷徨ガスマスクの奇妙な少年に脅かされていることを知る。本エピソードではジョン・バローマンがキャプテン・ジャック・ハークネスとして初登場し、 彼は後にドクター風に再登場するほか、スピンオフシリーズ、秘密情報部トーチウッドの主人公となった。空っぽの少年は、イギリスで711万人の視聴者を記録した。多くの批評家が、この2部作を番組で最高だと突起し、2006年、9号賞映像部門短編部門を受賞した。本エピソードでは、頻繁にローズが、 スタートレックの登場人物スポックに言及しており、ローズへのドクターの返答として、ドクター誰の方が良いという場面はもともと、スタートレックより、ドクター風が好きだというメタフィクションの要素であったと、DVD コメンタリーで、脚本家、スティーブン・モファットが語った。チーラの船は、インドとバングラデシュの多国籍料理店チーラにちなんで、名付けられており、この店で、 ラッセル T ・デイビスから委任を受けてモファットたちが脚本の議論などを行っていた。この会議はビデオ録画されており完全版シリーズ1の DVD で閲覧可能である。スティーブン・モファットはソニックスクリュードライバーの技術を武器に適用したジャックのソニックブラスターを登場させた。モファットはこれについて以下のように述べている。ドクターとジャックの仕掛けや装置は全部セックスに、 関連している。なぜなら、すべてローズをめぐる二人の張り合いなのだから。ドクター風シリーズ、IDVD ボックス付属ブックレットより、引用撮影は、バリー島鉄道で行われた。バリー島と現在は取り壊された、リゾートバトリンズのホリデーキャンプは、かつて七代目ドクターのシリーズである、デルタザ・バナーメンのロケ地に使用されていた。ドクター・コンスタンチンの顔が、 カスマスクに変形する際の頭骨が割れる音はあまりに怖すぎるとして制作チームが放送前にカットした。しかし本エピソードの DVD コメンタリーで脚本家スティーブン・モファットは効果音は議論の末に使用されることはなかったと主張した。ドクトル・フコンフィデンシャルのエピソードフィア・ファクターによると完全版シリーズ1ボックスセットに収録されたバージョンに 効果音が追加されている。これまでのエピソードと違い次回予告はエンドクレジットの直前ではなく直後に流されており、これはおそらく u f o ロンドンに墜落のクリフハンガーが直後の次回予告によりネタバレされたことを受けてのものである。このトレンドは新シリーズの大半の二部作に引き継がれた。キャプテンジャックがナノジ人員を説明するシーンは 本放送でもカナダ放送協会によるカナダでの放送でも音が聞こえなかった。ユドブ・ゴールドやアメリカのサイァイでの放送でも字幕に説明を残してはいるものの削除されており、ローズがウェル・テルゼム・サンクスと発言した理由が伝わらなくなっている。この変更の理由は不明である。空っぽの少年は、当夜に視聴者数660万人。 番組視聴選挙率34.9%を記録し、最終的な視聴者数は711万人に達した。日本では2006年10月31日に NHK 衛星第2テレビジョンで初放送され、地上波では NHK 教育テレビジョンにより2007年10月16日に放送された。2011年3月20日にはララ TV で放送された。 SFX 氏は本に部作にすべてが詰まっていると主張し、特にモファットの脚本を称賛した。2012年に SFX 氏のデブ・ゴールダーは空っぽの少年を身の毛のよがつような子供の SF エピソードの良い例であるとした。デジタルスパイ氏のデック方眼・ホーガンはキャプテン・ジャック役のバローマンを好まなかったがシリーズで特に恐ろしいエピソードであるといい。 ドクター・コンスタンチンを演じたリチャード・ウィルソンの巧妙で気味の悪いカメオ出演を高評価した。後に彼は空っぽの少年とドクターは踊るをシリーズで最高のエピソードと呼んだ。ナウプレイング氏の批評家アーノルド・ティー・ブランバーグは本エピソードに B の評価をつけオリジナルシリーズの要素を持ってしっかりとしていると表現した一方視聴者を脅かす描写が多すぎることとバローマンの ジャックに感銘を受けなかったとも綴った。2009年にドクトルフーマガジン氏が行ったドクター風のエピソードの投票では第5位を獲得した。2014年に行われた同様の人気投票では第7位であった。2008年にデイリーテレグラフ氏は番組で4番目に優れたエピソードと認定した。2011年にシリーズ6の後半が放送される以前に ハフポストは、空っぽの少年と、ドクターは踊るを新規視聴者が見なくてはならない、エピソード5000のうち1つに選出した。空っぽの少年は、ドクターは踊ると共に2006年、9号賞映像部門短編部門を受賞した。日本語版では、お礼言っといて、ありがとうございます。